にちは、ゆりです。はい、それでは今日は久しぶりのルームツアーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。JR 東日本ホテルメッツさんです。もうね、ちょっと久しぶりにルームツアーを撮ろうと思ったのがね、面白いことがある。まずね、14階なんだけど結構前が開けている。この景色だったら私怖くない。怖いんですよ。そうで、まあベッドはツインで、なんか広めの部屋にしてくれたらしいけど普通ですね。でデスクがあって、デスクがテレビとデスクが一体になってるんだけど、ここはこう電気がついたり消えたりして、なんか仕事できるよとかだったらって感じで、スピーカーがあって、なんかコンパクトだけどなんか設計的には使いやすい。でね、今ねほとんどのホテル、この携帯の充電器ついてるホテル多いですね。ほいでね、ここあとは普通にまあお水とか、お水とマグカップとか可愛いよ、カジュアルだけど、うん、グラスがあって、でこっちにね冷蔵庫があるんですよ。何も入ってないんだけど、あれ開かない、さっき開いたのに、なんだこいつ、あ、こっちだ。そう、あのお茶はさっき私が買った、何も入ってない、いつもの冷蔵庫で、あれはどこにあるんだろう、セキュリティバックス。で、ここがハンガーかけるところで、ちょっとね、これが残念ね、あの使い捨てじゃないのか、スリッパがね。でもさっきもう変えてもらった、新しいの新しいのに買ってもらいましたって時、新しいのに買ってもらいました、買ってもらいました、もうすでにわがまま言いました。でね、ここ面白いの見て、この植物も、このあの上のポトスちゃんも本物なんだよ。あのポトスとかどうやって水やってんだろうね、すげえなと思って。あのね、枯れずにちゃんと手入れ室あるっていうのが、この緑がね、部屋の中に緑がちゃんと、しかも生のやつがあるのって、よっぽどの高級ホテルでもなかなかないからね。ロビーとかに置いてあることあるけど、ちょっとびっくりしました。それでちょっと撮り始めた、なんだこのホテルと思って。で、お風呂場とかは普通です、普通のユニットで、アメニティも普通だね。で、ここはねエコ仕様だから、歯ブラシとか以外のアメニティは全部下にあるみたい、シャンプーとか。でも最低限歯ブラシは置いといてほしいよね、からすごいいいと思います。いいと思います。なんか結構狭いけど、決してそんなにじゃないけど、ちょっとただ渋谷なのよ。みんなここ、渋谷はねホテル高いよね。そう、しょうがない、仕事で泊まらなきゃいけなかったから、一泊1万3000円もする、この広さで。まあでもいいと思います。ということで、今日はここにまた一泊していきたいと思います。じゃあね、バイバイ。